偉大な川が出会う場所、アルトンはミシシッピ川、ミズーリ川、そしてイリノイ川の合流点が見られるグレートリバーナショナルシーニックバイウェイの先に位置する美しい町です。見事な風景のこの町へのドライブは格別です。こんにちは、ひとみです。文化派にもアウトドア派にも両方理想のデスティネーション、イリノイ州アルトン市に来ています。まずルイス&クラークインタープリティブセンターで発見の世界へと足を踏み込んでみませんか。このセンターのハイライトは遠征時の16メートルものキールボートの実物大のレプリカです。国立ルイス&クラークトレイルの最初のストップのこのセンターでは無料でツアーがお楽しみいただけます。地域の歴史をより深く知るにはユネスコの世界遺産を訪れください。カホキアは西暦900年から1400年まで生存したアメリカ先住民によって築かれた大遺跡です。居住していた先住民は毎日の生活に実践的な住居から何世紀にもわたってその壮大さを維持している記念碑的な公共事業まで広範囲にわたって建造物を建て上げました。今でも残る墳丘を求めてここは歴史を探索するには必ず訪れたいスポットです。ここにはインタープリティブセンターもございます。自然派のパラダイスとしてはその格段の美で知られる32平方キロメートルもの州立公園、ペルマルケット州立公園がございます。ここではイリノイ川とその川のよどみの見事な風景が楽しめるだけではなく、乗馬、キャンプ、ハイキング、魚釣り、ハンティング、そしてボートなどのアクティビティが一年中楽しめます。アルトンでは様々な文化とアウトドアが一年中楽しめることがもうお分かりですね。ここアルトンでの貴重な経験をどうかお見逃しなく。